じゃあ補習の時間の3回目ですかね。はい、3回目っていうことで、じゃあ私太田圭介がやらせていただきたいと思います。で、この補習の時間なんですけど、いや実はですね、これもう毎回直前まで全く内容を決めていなくてほぼアドリブでやってるんですけど、今回ですね、まあ、皆さん、ここのまでが電磁気の話、まあ、最後ちょっと熱力学の話がありました。基本的に電磁気学の話しましたね。ですね、電磁気学ってね、やっぱ難しいんですよ。まあ、特に難しいのは何が難しいかっていうと、もうね、いろんな分野があって、もう本当にね、なんていうのかな、力学っていうのは基本的に、あれはもう、物を飛ばすと、ピューンと飛んでって、ある時刻に物がどこにいて、どういう速度に、にあるんですのよという状態あるんですかっていうのをただ知りたい。でも電気ってもうすっごく応用広くて、実際のいろんなところにも使われてるし、まあ、その電気のおかげで今ね、こうやって配信もできてるわけなんですけど、もう本当にいろんなところに応用されてるからこそ、もう各論なんですよね。それぞれのことについてもう単発でこう述べていくっていうものなんで、なかなかこう一貫した目的が分かりにくいんですよ。まあ、だからこそやっぱこう電気式ってやっぱ難しいなって感じてしまうし、まあ、今日のあの途中の、小沢先生のやつ、ね、YouTube のあれコメント見てても、やっぱり、いや、難しいよっていう人をね、なんかこう、初学者の方とか、やっぱこれ難しいとかついていけないよっていうことを、方多かったですよね。ただ一方でこれ面白いのは、電磁気って、こだわりのある人はものすごくて、やっぱ皆さん、先生がすっ飛ばしたところで、いや、そこやってよっていうところって、あったじゃないですか。そうなんです。なんか電磁気って結構やっぱ格論だからこそこだわりが、なんかここはやってほしいっていうところもあるし、逆にこう格論だからこそ全体像がつかみにくいんですよね。まあ、なのでちょっとこの補習ではその全体像をちょっとつかんでもらうために、パート先生の講座のパート1のパート0パート1の一番最初のところで聴観図を持ちましょう、力学の目的って何ですかっていう話をまあしたと思うんですね。なんでちょっと今回の補習では20分で終わるのかどうかわからないんですけど、電磁気学分野の聴観図っていうことをしてみたいなというふうに思います。まあ、本当はねこうやってちょっとホワイトボードに書いたんですけど、このホワイトボードに書くのって本当は危険なんですよね。時間内に終わらせなきゃいけないのに、全部書いたら全部話さなきゃいけないから危険なんですけど、頑張りたいと思います。はい、でじゃあ早速ねやっていきたいと思います。で、電磁気学分野の聴観図、まあバーって書いたらこんな感じです。こんな感じなんですけど、なかなかたくさんありますよね。でもこれでも結構省いた方なんですけどね。なかなかたくさんあります。なんですけど、基本的に目標は2つなんですよ、2つ。1つ目は何かというと、力学と同じ。ある時刻 t における物体の xv。何のこと？電磁気学では、例えば前やりましたね、電波、クーロン、プラスの電気があると、その周りに電波ができて、それによって電磁気力を、電気の力を受けるようになる、クーロン力を受けるようになりますよ。そういう時に物を飛ばしたら、じゃあどういう運動をするんですか？だから力学と同じなんです。ただそこに電気の力、磁石の力が加わった。っていうのが、まず目的の1。で、もう一つの目的は、これはもう電磁気特有なんですけど、ある回路があります。その回路のある場所における電流とか電圧はどのくらいなんですかっていうことが知りたい。まあもう本当にこれはもう応用なんですね。もう実生活への応用のためで回路を作りますと。で、回路を作ったらどこどこに電流がどう流れて電圧がどう流れてるか全部知らないと、ね、やっぱなんだろうな、こう CPU とかであってパソコンとかってガーガーって自分で作ってもそんな計算できなければ、やばいところに電気がバーッといってあっという間ショートですよね。うん、っていう風に回路の中のある場所の電流とか電圧を正確に知らなきゃいけない。もうこれは実用上の理由なので、そのために、まあ、こういうのを知りたい。だから基本的にですね、電磁気ではやることは2つ、どっちかなんです。1つはその、新しい力を入れます。クーロン力とか磁石の力を入れた、もしくはね、後でやるローレンツ力とかウンタラカンタというの力があるんで、その力のもとで物体がどういう運動をするんですか、力学です。で、もう1つはじゃあ回路を組みました。じゃあその回路の中の電流とか電圧はどうなってるんですか。この2つが知りたいんですね。はい、ということで、まあそういうふうな2つの実は目的があって、それぞれがこうバラバラにですね、なんていうかこう、目的、配列とその目的がぐちゃぐちゃになってるんですね。なんでちょっと今回その目的だけでもね、整理できればなというふうに思います。なんでちょっとね、
頑張るんでもお付き合いください。はい、皆さんからなんか応援コメントもたくさんいただいているようで恐縮です。あ、僕へのコメントは小林先生のコメントですかね。あ、僕へのコメントもありがとうございます、嬉しいです。じゃあね、まあやっていきたいと思います。で、まあ、電磁気っていうことなんで、まあ、電磁気なんですよ。電気と磁石なんです、基本的には。なんで一番最初にまずやることは何かというと、電気なんですね。電気のことについてやると。で、電気のことについてやると一番初めに出てくるのは電場っていう話なんですが、まあ、クーロン力っていうのもありましたが、何で電場っていう話で何が一番やりたいのかっていうと、これなんですね。場っていう概念を導入したい。場とは何か、場とは何かっていうことについてね、考えたいんですよ。まあ、場っていうのは何なんですかって言ったら、今までってそれ空論力とはじめにやったとき、万有力のときもそうですね。物があります。もう一個物があります。で、万有力だったら物は引き合います、万有力。もしくは空論力でやったなら、プラスの電気があります。マイナスの電気があります。空論力で引き合います。っていうのがまあ力の考え方なんですが、この電場の概念だと、まずプラスの電気があります。例えばプラスの電気がある。プラスの電気があったら、周りに放射状にこういうふうに電場ができる。で、こう電場ができたら、例えばここら辺にマイナスの電気を置いたら、プラスの電気によって生じた場によって影響を受けてマイナスの電気が動くっていう、まあ、プラスと言います。プラス、もともと場の概念を入れる前はプラスとマイナスの電気があって、それぞれがなんかくっつくって話だったんですけど、電場はですね、すごくなんか主語が出てくるというか、主人公はマイナスの電荷君なんですよ。だからプラスの電荷君はポンと置いたら、あとはなんかこうのぺらーっと広がって周りに影響を及ぼすだけの存在になって、で、マイナスという主人公が来たら、そのマイナスがどう感じるかということなんですね。というのを、まあ、電場っていう概念を導入しますと。で、点電荷って一番始まります。で、もう一個やるのはですね、この平行なこの平行板状に、なんか電気がこう帯電したときにどういう電場ができるのかっていうと、プラスからマイナスにまあこうぐにょーんとできるわけですね。あ、ちなみにこの回の時に少し質問があったんですが、これなんか真ん中はこうベクトルでこの端からの影響でちょうど打ち消し合って真ん中まっすぐになるんですよって話があったんですけど、じゃあ端っこどうなんですかっていうと、端っこはちなみにどうなるのかというと、この話をすると時間が足りなくなるの、やばいですね。これ僕よくやっちゃうんですけど、まあ頑張ります。はーい。端っこだとですね、例えば、まあ、ここですね、例えばこの人はここにプラスがありましたと。で、そしたらこのプラスから、まあ、こっちに、あ、マイナスだね、マイナプラスのこのなんか電場ができて、このプラスからもやっぱ電場ができる。で、ほんと真ん中だったらここにプラスが本当はあって、プラスが本当はあってこっちになんか受けるんだけど、それが今はない、ないということは、こっちの方向とこっちの下向きとこっちの方向のベクトルになるから、足したらなんかこうなんかふにゃーんとちょっと外に向きそうじゃないですか。で、実際ですね、これ端っこだとちょっとこうはみ出るんですね。ちょっとふにゃーんとはみ出ます。こんな感じで。うん。まあね、ということでですね、まあ実際はどうなのかというと、まあふにゃーんとなんですが、まあ問題を解くときは、この平行板で無限大に長くて、もうそんなものは考えないよっていう理想的な状況を考えます。はい。ということで、まあこういうふうに電場ができるってことなんですね。で、ということで、まあ電場を導入するんですが、で、それが終わったらですね、じゃあ次、電位っていうのをやります。で、電位っていうのは何なのかっていうと、電場の源は何か、まあ、つまり電場があるってことは、例えばプラスの電気があります、マイナスの電気があったら、それらが引き付け合う。引き付け合うということは、まあ、お互い力を加わるってことなんですが、じゃあ力が加わるってことは、その背後に何かがあるはずだ。背後に何かがある、その背後に何かあるのが電位なんです。だから重力で言えば、重力ものが高いところには、そいつは位置エネルギーを持っていて、で、位置エネルギーを持っているからこそ下に落ちる。同じように電位って考え方は、これの電場の源ですね。電場の源にあるような考え方。だから力学にまあ対応する考え方で、まあ、実はこれは後々ですね、保存とかいう概念で重要になってくるので、よく使われてるっていう、あ、ここで習っていきましょうっていうことです。ということで、まあ、電気っていうのはそういうふうに電場ととにかく場の概念を導入することっていうのが一番の重要なんですね。で、その後が応用なんです。で、応用は、これ何、あ、
応用はですね、で何がしたいのかっていうと、応用はこの電気回路。電気回路で何がしたい、これ丸2なんですよ。とにかくやりたいことは、応用でやりたいことはこの丸2。 I と V を予言する。 I と V を予言したいんだと。で I と V を予言するために予言するにはまあどうすればいいのかっていうのをひたすらまあ計算していくわけです。だからひたすら I は X、V は X、電流は X なの、電圧は X なのっていうのをまあ計算していくんですね。なんで意外とここだけちょっと独立してるようになっていて、電磁気は嫌いなんだけど電気は好きとか、電気は嫌いなんだけど電磁気は好きとか、結構こうやってなんかパッと見分かれちゃうんですけど、まあそうなんですよね。なんか目的がちょっと違うと。だからどちらかというと上の方は空論力なので力学の目標に近いんですけど、下は電気なので、なんというか、ちょっとこう、力学とはまた目標がそもそも違うから、感覚も違うってことになってます。で、ここで最初に注目するのは直流回路。普通に電池を繋いだ時にふにょーんと電流が一定の方向に流れるような状態だけを考えましょう。で、その時にキルヒ・ホッフの法則であったり、まあこの平行板のね、電極を、導入した時に紹介したコンデンサーとか、これね、ペッペッてつければ電池みたいになりますから、これがまあコンデンサー、電気をね、蓄電の役割とかを持っています。コンデンサーの実物やめて、時間があったらコンデンサーの実物も見せますね。まあコンデンサーとかそういうのが出てきて、とにかくまあコンデンサーとかまあいろいろ出てくるんですけど、とにかく知りたいのはもう電流とか電圧なんです。でコンデンサーってめっちゃ便利だから新しく導入して、コンデンサー入った回路でもじゃあ電流とか電圧はを予言するように練習していきましょうと。でちなみにまあ半導体っていう話も出てきて、これもやっぱ現代でよく使われているので、これについても触れておきましょうっていうことです。ということで、まあ電気はそのような流れになっていると。で次に出てくるのは磁気なんですけど、電磁気っていうぐらいですから、電気の次は磁気なんです。で磁気が出てくる。で磁気の最初にあるのは磁場なんですけど、実はこれ面白いことは電波とめっちゃ似てるんですよ。なんで、まあ、本当に、後で分かるんですけど、本当にはパラレルなんですよね。本当同じ、全く同じようなものだった。最後、授業、講義の最後でもありましたが、あれ、電波と磁場って結局まとまるんですよね。っていうのを実はここではなんとなく分かっていて、磁場って何かっていうと、まあ、こういう磁石がポンと置いてあると、N 極からウニョーンと磁力線が出てですね、追いかけがうまくなるみたいですね。はい、N から S に、まあ、こうウニョーンと電気が出ますよと。で、この実は出方とか、まあ、磁気のですね、力の受け方っていうのを実は比べていくと、すごくね、電場と磁場っていうのが似てるなっていうことに気がつく。だからこの磁気では、新しく磁気っていうのを考えるんですけど、実は磁場のところは、まあ、場の概念はもう電場でやったから、なんで磁場や改めてやるのかっていうと、ここね、ちょっと電場と似てるなっていうことにね、気がついておいてほしいんですよ。なんか似てるぞっていうことにね、気がついておいてほしいなというふうに思います。で、その後ですね、ここから、この磁石っていうのはめっちゃ便利だとかいう話だと、どんどん実用に近づいていくんです。この後にあの、この電流により磁場ができる。だからここでやってたのは、上でやってたのは磁石があります。磁石があると周りにこういう磁力線ができて、で、磁力線ができて、それが磁場なんですよ、みたいな話なんですが、下はですね、電流がある。例えば、なんかこう、ブヨーンと、なんか電線があって、電流を流すと。で、電流を流すと、その周りに磁場が、ふいんと生じる。実はこの向きとかはですね、もうすぐ右ネジの法則って言ったりして、今ですね、こう、となかなか、高校物理では理由はね、とにかく右ネジなんだとかいうふうに教えられるんですけど、まあ大学とかやると、大学物理で電磁気学やると、まあなんでこういうふうになるのかっていうことも実はわかるんですよね。はい。で、ここでとにかく重要なのは、今まで磁石があったら磁場ができるって話をしてたんですけど、今度は磁石なくてもいいんだよ。とにかく電流を流しなさい。電流を流したら磁石できるんだよっていうことなんですよね。まあ、一番顕著なのは、例えば、ソレノイドコイルだったりしますね。ああ、もうちょっと汚くていきたいね。なんかこう、例えば、まあ、こっちになんか電流が流れるとすると、こっちになるから、まあ、H はこっちにできて、みたいな。で、磁場がこっちにできるから、ふにょーんとなって、あ、N って逆に変えちゃった。残念。まあ、みたいな感じで、まあ、ソレノイドコイルとか使うと磁石に似たものが作れる。まあ、重要なのは、とにかく電流を流す。磁石を作りたかったら電線に電流を流しなさい。そうすれば磁石ができます。っていうのが大事なんです。で、その後ですね、この電流が磁場から受ける力とか、ローレンツ力とかやります。で、この二つはですね、やっぱりなんかちょっと、独立したように感じるんですよね。なんでかっていうと、
こうなんか今までずっとこう磁場とか場の話をしてたのに、ここの2つはですね、すごく力学のこの目標丸一に近いんです。電流とかが磁場、まあ電流が磁場から受けるっていうんで、まあ実際電流が流れてる電線が磁場から力を受けますと。で、そうすると電線が動くわけです。まあローレンツ力にしても、電子とか、まあ荷電粒子って言われるプラスの電気を帯びたものであったり、マイナスの電気を帯びたもの。そういうのが磁場中ポンと飛ぶと、ローレンツ力によって力を受けて、力を受けると。じゃあ力を受けたら、ある時刻 t における物体の x 分を求めなさい。みたいな感じで、実はここら辺って力学の目標にすごく即してるんですね。まあなので、ちょっとここで若干こう、境目を感じたなと思ったら、あなたの感覚は正しいと思います。ここまではですね、だから時期でとにかく最初にやったのは、磁場なんですよね。磁場で電場と似ているなっていうことをやって、で、磁場っていうのは磁石がないとできないなと思ってたんですけど、磁石なくてもいいんだよ。電流をとにかく流せっていうことが分かる。で、じゃあ磁場についてまあ大体分かったかなってんで、最後に、まあその磁場を使ったちょっと力学的な問題を最後解いておきましょうってんで、まあ電流が磁場から受ける力であったり、まあこのですね、フレーミン、左手。FB、はい。左手だっけ？左手かな？うん、ちょっと忘れちゃった。左手って使わないですよね。大学だと全部外積でやっちゃうんで使わないんですけど。左手ですかね。あ、左手ですね。すいません。はい。まあ、とかね、あとローレンツ力とか使ったりします。まあ、こういうふうにですね、まあ、力学の目算、力学のちょっと応用的な話があると。で、ここで、電気と、まあ、磁気についてそれぞれ語り終わったら、じゃあ、いよいよ、磁気について考えていきましょう。電磁気について考えるっていうんで、一番最初に出てくるのは電磁誘導なんですけど、そもそも電気の力って電気と磁石を合わせて考えなきゃいけないっていう風なのは、ここで最初に電場とか磁場の話をしているときに、なんか似てるぞっていう感覚があって、なんか似てるからなんか一緒になるんじゃないかっていう風に思えてくる。なんか関係してくるんじゃないかっていう風に思えてくる。で、顕著な例えばこの電流により磁場ができるってことなんですよね。電流ってなんで電流流れるんですかって言ったら、まあ回路に電圧がかかって、それによって電流がまあ流れるわけですね。だから元にはまあ電圧なんです。電圧って電圧の元。だから電圧によって、電圧ってまあ電位差ですから、電位差は何に相当するのかって電場なんですよね。だから電場と磁場ってなんか関係してきそうだなっていうことが分かってる。で、本当に関係してるんだって、それがめっちゃ役に立つっていうのが電磁誘導なんですよ。で、これがもう散々さっきめちゃくちゃ難しいって言ってたことなんですけど、まあ基本的にですね、電磁誘導ってやってることはもう、まあ、根本にあるのはシンプルで、コイルがあると。コイルがあって、磁石を近づけなさい。コイルがあって、磁石を近づけろ。そしたら、電気流れるから。これを言ってるんです。でもちろん、いろんなセットアップあるし、なんかそのうちね、ちょっとやってると、まあコイルが、なんかコイル自身が磁石になって、なんかコイル自身が磁石になって、それによってコイルのなんたらかんたらかとかでいろいろ出てくるんですけど、基本的な発想は磁石とコイル。磁石をコイルに近づける。そうすると電気が流れる。これが電池になる。っていうのがもう電磁誘導の基本の発想で、もうそこをまずしっかりと、押さえておいて、まあちょ、この、ここの時間ではですね、もう解説はしきれないんですけれども、電磁誘導で初めにとにかく一番押さえておいてほしいのは、磁石とコイルがあったら電流が流れるんだって、どの向きにどんな感じで流れるんだって一番基礎のところをしっかりと理解するようにするといいんじゃないかなというふうに思います。で、最後ですね、まあ交流とか電磁場、まあこれも面白いんですよ。例えばね、この交流っていうのは今まで出てきたって抵抗とかコイル、まあ、これ出てきましたね、そうかコンデンサー、まあいろんなものをね使ってやるんですけど、まあ実はですね、その交流ってやつをね考えると、先生が散々言ってたメタマテリアルってやつに関係してくるんです。じゃあこの交流回路を利用したのがメタマテリアルってやつ、これ実は最先端の研究に結びついてるテーマなんですよ。で、電磁波にしてもこれマクスウェル方程式に最後結びついてて、なんだ電場と磁場結局一緒じゃねえかっていうことに結びついてて、まあ、この二つ本当にすごく面白いんです。まあ、ということで、まあ、ちょっと最後駆け足になってしまいましたが、電磁気のまあ相関図ですね。まあ、何をするにしても最後こうまとめて、全体を見渡してやっていくこと大事だよって一緒にやっていこうねっていうことでした。まあ、この後も質問を受け付けて頑張りましょう